張のようで、何度も狐につままれたような違和感がありました。この世界ミドガルドは、私たちの暮らす日本と何かしらのつながりがあったのではないかと思うのですが、今は魔導書に関する手がかりを探すことが重要なので、手紙の内容を確認するとしましょう。我々の同胞、もしくは手だれの戦士と信じ、この手紙を残す。この城塞はもう終わりだ。ドラゴンの攻撃で何もかもが破壊されようとしている。我々はこれから異界の門に向かい、最後の儀式を行う。ドラゴンや異形がいる以上、生きては戻れまい。魔法使い最後の一人を魔導書と共に石碑に隠す。どうか救い出してくれ。場所は我々十の魔法使いの門。インクがかすれてしまって、これ以上は読めません。これはすごい情報を手に入れたぞ。魔導書の在りかと魔法使いの居場所のヒントだな。でも肝心なところがわからないままだよ。魔法使いは10人。この城にあった石碑は確か…なるほど、数が合わないわね。他の場所にも石碑があるんでしょうか。みゃみゃみゃ。そういえば荒野にこのお城にあった石碑と同じ形をした岩があったみゃ。よし、メリナ、その場所に案内してくれ。了解みゃ。任せるみゃん。お腹が空いているのにご飯抜きなの？そんな。よーし、どの任務に出撃しようかな。